ようこそ、大いなる秘跡の源たる場所へ。ヨシュア。最後の試練もなんとかくぐり抜けたようだね。それでこそ和の復活に立ち会う資格があるというものだ。そんなものに興味はないわ。私たちが望むのは今回の異変を終わらせること。それとあんたがヨシアを解放することよ。残念だがそれは無理だな。君たちがいくら取り繕ってもヨシアの心が作り物であるのは否定できない事実なのだ。この肩の精魂がその証。見くらう蛇の私の所有物である証明なのだよ。あんた。あるいはヨシアが自分の意志で精魂を消せたら真の解放もあり得たのだが、残念ながら今回はそこまでは至らなかったよ。今しばらく私の研究素材としてあり続けてもらうことにしよう。なんて人。まさに外道やね。やれやれ、人聞きが悪いな。おそらくヨシアは肩にある精魂の意味に気づいていたに違いない。そしてこの事態が起こりうると予想して悩んでいたことだろう。にもかかわらず彼は君たちに一言も相談しなかったようだ。そして君たちもまた彼の悩みを察してやるのか。君たちの絆などその程度ということではないかね。まあそう悲観することはない。ここにたどり着けた時点で君たちには資格は与えられた。あとは正しい選択をするだけだ。資格、選択、それってどういうことなの？君たちはどの程度知っているのかな。この輝く輪をめぐって1200年前に何が起きたのかを。やっぱりそれが輝く輪か。その通り。無限の力を生み出し奇跡へと変換することのできる究極のアーティファクトの一つだ。しかし古代人は1200年前この大いなる至宝を封じてしまった。一体どうしてだと思う？詳しいことはわからないけど、人や社会のあり方が悪い方向に変化したからだって裏の塔の記録には残されていたわ。ほう、あれを解析したのか。ならば話は早い。
その真相を君たちに享受しよう。数千年前、女神は人に七の至宝を授けた。それらは世界の可能性をそれぞれ異なる方法で利用することで奇跡を起こすアーティファクトだった。そして至宝ごとに七派に分かれた古代人たちは様々な形で理想を追い求めた。その一つこそが輝く輪を中心に建造されたこの実験都市リベルアークだ。汎用端末ゴスペルを通じてあらゆる願いが輪に叶えられる人の手によって築かれた空の楽園。そこで人は一切の争いのない豊かな生活を享受できるはずだった。しかし人はゴスペルを通じて輝く輪がもたらす人工的な幸福に次第に魂を飲み込まれていった。物質的快楽はもちろん、我が構築する夢、仮想現実に精神的な充足すら見出してしまったのだ。そして人は麻薬のように奇跡に依存することで破滅への道を歩き始めてしまった。倫理と向上心を失い精神的に失調してゆく市民たち、出生率が低下する一方、自殺率、異常犯罪は増加し続け、社会全体が緩慢な死に向かい始めた。しかし和は我関せず、求められるまま奇跡を与えてしまう。そうして空に築かれた楽園は虚ろで醜悪な培養層と化していった。リベール王家の始祖たちが和を封印する計画を立てたのはそうした背景があってのことだ。我が妨害のために放った守護者に苦しめられながらも、封印区画とデバイスタワーを建造し、そしてついに和は浮遊と仕事を異次元に封印されることとなった。それが1200年前に起こったこと。まさかそんなことがあったなんて。確かに王家の始祖たちはよくやったと言ってもいいだろう。しかし考えてもみたまえ。その代償として人は混沌の大地へと放り出され、一からやり直すことになったのだ。そして今も覇権をめぐって飽くなき闘争を繰り返している。果たしてそれは正しい選択だったのだろうか。それは。そして一方で人はオーブメントという技術を手に入れ、再び豊かな生活を享受し始めている。だが今のままでは行き着く先は二つしかありえない。飽くことなく快楽を求め、自ら律することも叶わぬまま世界を巻き込み滅びてゆくか、もしくは古代人のように全てをシステムの管理に委ねることで家畜のような生を続けてゆくか。物質的な破滅か精神的な破滅か、どちらかしかありえないのだよ。それを防ぐためには人自身が進化するしか道はない。いかなる誘惑、逆境にも揺らぐことのない絶対の理性、感情にとらわれることなく正しい答えを出せる究極の知性、その両者を兼ね備えた段階に
人という種を導いてやること、まさにそれこそが復員計画の最終目的なのだ。あんた本気か？なんて途方もないそんな古代妄想郷を見るような目で見ないでくれたまえ。人は想像を絶する事物に直面したとき、恐れとともに変革を余儀なくされる生き物だ。その意味で輝く輪はまさに格好の存在と言えるだろう。私はこの大いなる至宝をもって人を正しい進化に導いてみせる。それこそが名手より授かった人としての使命なのだ。正直余計なお世話なんですけど。うん？いかなる誘惑逆境にも揺らぐことのない絶対の理性、感情にとらわれることなく正しい答えを出せる究極の知性、そんなものにどんな価値があるっていうの？君は人の話を聞いていなかったようだね。物質的もしくは精神的な破滅を避けるために人は進化するしか。そんな話をしてるんじゃないわ。私が言いたいのは、そんなご大層な存在になる前にできることがあるんじゃないかってこと。ヨシアも言っていたけど、私たちは無力な存在じゃない。今回の異変にしたってみんな最初は戸惑いながらも次第に協力して前に進もうとしてた。王国各地をめぐって私はそれをこの目で確かめた。別に進化なんかしなくたってなんとかやっていけると思わない？群れて生き延びるの獣や虫ですらやっていることだ。その程度の行動をもって君は人の可能性を語るつもりかね？別に同じでもいいじゃない。私たちだって生き物であるのは確かなんだし、それが生きているってことの強さなんじゃないかな。何？もちろん人はそれだけの存在でもないと思う。そうした命の輝きを原動力に自分らしく生きていこうとする、そんな存在だと思うの。でもそれはあんたの言うような万能超人である必要なんかなくて、みんながちょっとした思いやりでお互い助け合うだけでいいんだと思う。多分輝くはを封印した人たちも同じ考えだったんじゃないかな。奇跡に頼り切っちゃうことも良くないことかもしれないけど、それ以上に人と人がお互い助け合う余地がなくなることが何よりも良くないことだって。エスティルさん、人は人の間にあってこそ真に人として立つことができる。エスティルちゃんの言う通りやで。何かと思えば助け合いか。そのようなことは歴史を振り返ってから言いたまえ。例えば幾度となく繰り返されてきた戦争という名の巨大なシステム、その狭間において人の絆は無力な存在でしかなかっただろう。そんなことない。お母さんは戦火の中命がけで私を守ってくれた。そのことがきっかけで私は遊撃士の道を志して、そして今ここに立っている。この異変を止めて戦火を未然に防ぐために。それでも人は無力だって言えるの？
ああ言えばこう言う。もしあなたが本気で人が無力だと信じてるのなら、だから進化させる必要があるんだと思い込んでるなら、だとしたらあなたはとってもかわいそうな人だと思う。だって信じ合って助け合うことの喜びを知らないんだもの。私たちが人があがいているのを見ることにしか喜びを見出せないなんて、そんなの寂しすぎるよ。でも私は遊撃士だから、あなたが自分の事情にみんなを巻き込むことは見過ごせない。悪いけど力ずくでも止めさせてもらうわよ。無知な小娘が大層な口を聞く。ならばその身をもって己の言葉を証明してみたまえ。君たちはそこでおとなしく見ていたまえ。さぞかし面白い見物になるだろう。なんですって。予習は少し遊んであげたまえ。ミステル君、ぜひとも私に見せてくれたまえ。絶望の中、人という存在がどんな強さを見せてくれるのかをね。なかなか見事な技だ。どうやら牽制のところに預けた甲斐があったみたいだね。これでまた私の作品の完成度が上がったというわけだ。あんた。さて、真の余興はここからだ。ヨシュア、彼女を無力化したまえ。エステちゃん。どうやら君では人の強さを証明できないようだね。だが私も学者の端くれとして実証の必要性は理解しているつもりだ。だから君の代わりにヨシュアに証明してもらうとしよう。え？なーに、簡単な実験だ。このままヨシュアに君の息の根を止めてもらう。叱る後暗示を解いて元に戻してあげるというだけさ。果たしてヨシアはどんな表情を浮かべるのだろう。ゾクゾクするとは思わないかね。ふざけんじゃないわよ。そんなことになったらヨシアは、ヨシアは、え、
今度こそ完全に心が砕け散ってしまうかもしれないね。だがそうなったら、また私が新たな心を作ってやれば済むことだ。そしてもう一度同じように人に戻るチャンスを与えるとしよう。今から楽しみだよ。やめて。そんなのひどすぎるよ。それではヨシア、とどめを刺してあげたまえ。ヨシア、ごめんね。絶対に死なないって言ったのに。ごめんね。一緒に歩くって約束したのに。ヨシアさん、ダメ。でも、私は信じているよ。ヨシアは絶対に負けないって。私がいなくなっても、現実から逃げたりしないって。ごめん、ちょっと自信はないかな。金縛りが解けたか。よし。ごめん、エステル。随分辛い思いをさせてしまったみたいだね。バカな。あの状態から意志を取り戻せるはずが。待て。お前、肩の成功はどうしたのだ。もう僕の深層意識にあなたが刻んだ成功はない。たった今砕け散ったからね。何？成功のある一点に暗示のくさびを打ち込んでもらったんだ。そしてそこに負荷がかかった時、聖魂が崩壊するような自己暗示を僕はずっと繰り返してきた。暗示のくさび。このままだと君との約束が果たせなくなりそうだったからね。都市に不時着した直後にケビンさんにお願いしたんだ。ケビンさんが。いやー、相談された時はどないしようかと思ったわ。正直その一点を外したら取り返しのつかないことになる可能性が高かったからな。でもヨシア君、見事賭けに勝ったやないか。はい、本当にありがとうございました。あ、そうだったんだ。ケビン・グラハム、騎士団の新米と侮っていたが、こしゃくな真似をしてくれる。ま、これも女神の導きやろ。教会から抜けたあんたには分が悪かったかもしれんな。それに俺はあくまでお手伝いをしただけや。助言者は他におるさかいな。何？まさかカシウス・ブライトの入れ知恵か。そっか、あの時の、手紙にはこうあったんだ。お前の呪縛を解く鍵はケビン神父が持っているだろう。だがその鍵をどうやって使いこなすかはお前自身の問題だ。ワイスマンとやらの行動を見抜いて自由を勝ち取ってみせろ。さすがカシウスさんです。まったくもう、ほんと父さんらしいわ。
正直かなり悩んだよ。再び僕を操ったあなたが一体何をやらせるだろうと。そして僕はその一点に全てをかけてみた。あなたが僕が最も恐れることを僕自身の手で行わせる可能性にね。そしてあなたはその通りに命じ、結果的に聖魂は砕け散った。もう僕は完全にあなたから自由だ。ヨシュア、愚かな。このまま私に従っていれば、遥かな高みに登れたものを、新たなる段階へと進化させてやったものを。エステルと同じく僕もそんなものに興味はない。それに道というのは他人から与えられるものじゃない。暗闇の中をあがきながら自分自身で見出していくものだ。それができれば世話はない。人の歴史は闇の歴史。大いなる光で導いてやらねば、いつまでたっても迷ったままだ。違う。人は暗闇の中でもお互いが放つ光を頼りにして共に歩んでいくこともできる。それが今ここにいる僕たちの力だ。ヨシュア。出来損ないの執行者風情が随分大きな口を叩くものだ。ならば見せてみるがいい。闇の中でも輝くというお前たちの光とやらをな。名手の忠実なるしもべ、蛇の人が一柱、白面の力、見せてやろう。望むところよ。全力で行かせてもらうよ。ほれ！ジークお願い！
感じるぞ煉獄の波動。気分はどうかね。さあ、あがいてみせろ。破れるかな？そこへ！俺でも食らえや！消えたまえ。